はいお疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、元 AKB ラーメン店主の梅沢さんについてのお話です。元光のチャンネルでは、梅沢さんについてね、えー、かなり用語応援をしているようなね、えー、お話をしてきたんですけど、すごく残念なお話が上がってきました。えー、大きくはですね、いろんな疑惑があったんですけど、大きくは産地、えー、偽装の問題、食材のね、えー、食品偽装の問題があったんですよ。まあ、これって本当に飲食店として完全にアウトなことだと思うんでね、まあ、これをメインですね、えー、いろんな疑惑について、 てね、ちょっと、えー、お話をしていこうかなと。 思いますもちろん応援していた身ではあるんですけどやっちゃいけないことはねやっちゃいけないとアウトだということでねしっかりと詰めていきたいとは思うんですけどただ今回ね謝罪とかして今後こ,これからね信頼を回復していきたいというふうな話をしている割にはですねちょっと行動がね伴ってないところもあるんで、まあ、そこら辺のお話とかもねしていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますははいい、えー、今回ですねメインに見ていくのは文春オンライン 文章オンラインさんが、えー、梅沢さんに、えー、取材した時の、えー、記事になります。メニューの表記と違う食材を使用していたのは事実です。元バイト AKB 梅沢が全面謝罪、エビともやしがにもということで、まあ、はっきりと認めてるんですよね、梅沢さんも。うん で、えー、梅沢さんが看板で F が実質的な経営者という雰囲気元バイト AKB ラーメン店主梅沢と同居する40代男性の関係から続くということで、えー、セクハラ中傷などの理由で一部のラーメン評論家に出禁にした騒動や殺害予告を受けるなど騒動が続いている元バイト AKB 梅沢が店主を務めるラーメン店名称ヤグモ、春オンラインではその ヤグモが使用している食材の産地偽装問題や経営のずさんさを報じたヤグモに事実を確認すると梅沢本人が取材に応じたと。 いろいろねあの、偽装問題とかもあるんですけど、元光の個人的な、えー、目で見るとね、F 氏、この F 氏っていうのがかなり大きく関わっている、まあ、闇の部分なんじゃないのかなと思います。もちろん梅沢さんの、えー、監督不意気届きっていうのは問題だと思うんでね、えー、社長なんで責任を取るのは、それは梅沢さんですね。はい まずは食材の産地がメニューなどの表示と異なる件でお話を聞かせてください。メニューの表記と違う食材を使用しているのは事実です。 開店当初は表示通りの食材を使用していたのですが、仕入れ先の卸業者を変更したりする中で、店主の私がそのズレを把握できておらず、開店当初のメニューを使用し続けていました。大変申し訳ありませんと言われているんですけど、まあ、ここにはね、ちょっとあの出てないんですけど、その仕入れの話っていうのは基本的に、 あの先ほどの F 氏が任されていたみたいで、えー、これをね、えー、こういうものを仕入れます、仕入れますとか、全部 F 氏が見てたみたいなんですよ。で、あくまで、えー、社長である梅沢さんは、えー、ラーメンを作ることに、えー、メインにしてたということなんですよね。うん、で、えー、仕入れ先の卸業者を変更したりする中でと、まあ、これをね、えー、チェックできていなかった。 という話なんですけどじゃあいつからといつ頃から表示と違う食材を使われていたのでしょうかということでエビや牛肉など食材によって時期は違うのですが一番古いものでは2019年8月からメニュー表示と異なる食材を使っていたことが分かりました <laughs> いやもう2年前だよ2年前から食材をね、えー、別のものを使ってですね、えー、その梅沢さんが言うにはね 私自身が複数の店舗の経営で忙しくなってしまい、現場の従業員との情報交換が十分にできず、把握することができなくなったという状況です。ということで、まあ、4店舗ぐらいあるのかな、まあ、実際に確かにラーメン作ってたら、本人がね、なかなか他の店舗に行けなくなるっていうのは、すごくわかります。はい、ただですね、あの社長ですし、まあ、各店舗がちゃんとやってるかとか、どっかでチェックに行くと思うんですけどね、普通気になるじゃないですか。 普通はそうする。飲食店とか、多分働いてる人だったら分かると思うんですけど、あの普通そうするんですよね。どっかチェックが入る。まあ、1ヶ月、2ヶ月とかは分かんないですけど、で、それがね、2年もね、えー、チェックいってなかったり、どういう食材ちゃんと入れてるとかあの、冷蔵庫の中見たりだとか、まあ、そういったチェックを一切してなかったっていうのは、そこはすごく不思議なんですよね。あくまで梅沢さんは知らなかったというふうに言われてます。これがね、まあ、本当なのかどうかは分かんないですけど、うん。 梅沢さんも知っててやってるんだったらだいぶ問題ですよね。はい、あくまで F c がここら辺には関与してたという話なんですよね。で、一体どんなものがあったかというと、えー、職員偽造にね。 エビともやしに加えて牛もつ豚肉ということで4種類コ、えー、ではなく記載ミスということですがお客さんから見ればいわゆる産地偽装になります責任はどこにあるのでしょうかということでねそれはそうなんですよ産地偽装ですよ完全にこれ大問題なんですよ私が店主ですから私の責任です私の監督不意気届きでお客様には大変申し訳ないと思っています今後は納品時の検品体制を強化して再発防止に努めたいと思っていますこれまでメニュー表 当時とと異なる食材を提供していたことは消費者庁にもすでに報告しましたということで消費者庁にも報告しメニューをねこれから変えるという話もしてるんですよねで実際変わってるんですけどその変わった内容をねこちらのツイッターのねツイートをしてくれてる人がいてですね産地偽装が明るみになりホームページの材料表記を一部変えたらしいということでビフォーアフターを添削してくれてる人がいるんですよで産地偽装してなかった食材ってどれって逆にまあまあ結論から言うと 産地偽装してなかった食材ってあんのって <laughs>。ちゃんと正しく挙げられてたやつってあんのっていうことでね、えー、画像を貼っつけてくれてるんですけど、これはホームページの内容ですね。それを添削してくれてるんですけど、ちょっと小さいんでアップにしていきますね。はい。で、えっと、すいません。 こちらからかヤグモの麺には北海道産の香り豊かな小麦粉を使用していますともう,もう速攻で、ね、もうここで添削されていて、まあ、添削されている分だけ読んでいきましょうか合成化学品が出回る中当店ではモンゴル原産の天然の乾、えー、水を使用していますということでこれも,、ね、もう表記が外れているということで <laughs> 他にもその一部としてうまみと甘みの強い北海道産 えー、ラウス昆布脂質が少なく上品なうまみのある宮崎県産ウルメガツオ脂に甘みがある茨城県産のジオウブタ甘みがあり低脂肪の静岡県産うま緑などですこれら一流の素材を使用することによってうまみがあり味わい深い美味しいスープが出来上がりますともうここら辺全部消えてるんですよ。 で、えー、味噌のタレは5種類の北海道味噌と信州味噌をブレンドしています、そこからとか、そこ全部消えてたり、沖縄県産のものを使用していますと、えー、これは塩だれですね、うん、でとか、えー、他にも岩手県産の、えー、非加熱熟成生 黄醤油かかを使用していますとか、まあ、全部ね、消えてて、えー、問題で挙げられてたそのトッピングの話ですね。ネギは九条産の九条ネギで、糸切り唐辛子も京都産、もやしは三重県産、メンマは本場、中国、広東省原産、チャーシューはスープにも使用している茨城県産のジオ豚とか、全部消えてるみたいなんですよ。で、その消えたやつがどうなったのかというのをね、ちょっと、うん、戻るんですけど、こちらですね。えー、っと ヤグモの麺には香り豊かな小麦粉を使用していますとかってねまだ同じように始まってるんですけど変わってるのがねもう厳選した新鮮素材っていう風に書いてたりだとかあと、えー、豊富なミネラルが含まれる甘みのある塩を使用していますとか全然ね産地のことをね一切喋らなくなってるんですよチャーシューメンマネギとかね、えー、いう風にね書き換えられてたりだとかもう全然ねあの産地書かれてないんですよ でもともとこのヤグ雲では、ねえー、産地でこだわりがあるというふうに歌っていたのに、まあ、確かに今後その同じようなことがないように、えー、再発防止のために、えー、この産地の名前を消すっていうことは、まあ、実際あると思うんですよ、あのーねえー、普通だと思うんですけど一気に消しちゃったわけですよね。まあ、これを見るとですねあのー このホームページを見てた人からするとえ全部嘘言ってたんじゃないのっていう疑問も生まれますしそのラーメン店としてこだわり一切ないのっていうふうにも思われかねないですよね少なくともそのスープの部分である、まあ、ジオーブタとか絶対にこだわらないといけない部分に関しては、えー、しっかり書いたままで良かったんじゃないのかなと思うんですけどこういうふうに表記されちゃうとあ かあたかもね、まあ、ほとんどの食材がね、実は嘘だったんじゃないのって思われても仕方ないんですよね。うんまあ、こうした行動はおかしいんじゃないのかなと、元光は思います。はいまあ、すごく残念ですよね。こだわりがあるっていう部分を推してたから、元光はすごくあの興味があったりだとか、まあ、すごく信頼できる部分でもあったんですよね。うん なので食べに行きたかったと思ってたんですけどうんどうかなと、うん、食べに行きたい気持ちがかなり薄くなってしまいましたで免証ぐもで以前働いていた従業員の方から給料の支払いが遅れていることがあったとお聞きしました事実でしょうかとこれじゃね給料未払いとか、えー、遅れてるとかの話になるんですけど給与を支払うのが期日よりも遅れてしまったことは確かにあります2019年の後半はとりわけ混乱が大きく働いてくれていた従業員の方にご迷惑をおかけしました ましたとほうほう、あ、それは認めるんだ、で、何があったのか、何か理由があったのでしょうか。 当時はお給料が手渡しで業者への支払いも現金だったためお店に多くの現金を置いていたのですが一度約250万円の売り上げを当時の従業員の一人に持ち逃げされたことがあり手元にお金がなくなってしまって支払いが遅れてしまいましたとマジかよと、うんまあ、とりあえず全部ちょっと読みますねで、えー、と250万円は大金ですが持ち逃げした従業員はどうなったのでしょうとめちゃめちゃでかいですよ、うん ですぐに従業員が名乗り出て無事に返金されたので警察に被害届は出さず内々に納めましたというふうに話してるんですけど被害届も出さないまま解決したんであればすごい短いスパンだと思うんですよね1日2日な気がするんですけどね、まあ、それでお金返ってきたんだったら何とかなると思うんですけど なぜか遅れてるというふうに言われててでフランチャイズの店舗展開などで忙しい時期でお金が返ってきたなら捜査などで時間を取られるのは厳しいなと考えての決断でした従業員にキャッシュカードがなくなったと嘘をついたのは持ち逃げという理由を伝えてしまうと店の敷気が下がるのではないかと思ってのことでした何にせよちゃんと働いてくれていた従業員の方には関係のないことで給与の支払いが遅れてしまい大変申し訳なかったですというふうに話してます、まあ、まあね まああのー、見る限りですね、まあこういう話がなく、あってもおかしくはないかなと、うん、飲食店でね、えー、こういう話って、まあ、なくはないんですよ、確かに。うん、ただ、えー、産地偽装のね、えー、問題だとかが出てくると、もう信頼感がないんですよ、もうすでに。梅沢さんのお店に対して。なので、これ言ってることも本当かなって、多くの人は思っちゃうんじゃないのかなと思いますよ、普通はね。 もう元水もそう思います。今までだったら、まあ、はっきり喋ってますし、あのー、信頼できるんじゃないのかなと思ってました。うんまあ、デマ流したりしてる人の方が、なんか言ってる部分がおかしかったりするんで。 うん、思ってたんですけど、ただこういう風な状況になってくると、全然ちょっとね、信頼性に欠けるんじゃないのかなと思います。未払いの給与があるという声も聞いています。私たちとしては未払いのお金はないと認識していますが、もし未払いの分があるという方がいれば、直接相談できればと思っていますと。うん、ここら辺もね、まあ、信頼できないっちゃできない。まあ、はっきりは答えてるんですけど。 で店の立ち上げ時は勢い任せの見切り発車でと雇用契約書を作成せずに働いていたという元従業員の方の苦情もありますということで店の立ち上げ時は勢い任せの見切り発車で雇用についての知識もなく契約書を作らずに口頭で条件などを交渉して働いてもらっていた人が何人もいましたその後反省して法律などを勉強し1年ほど前から全社員と契約書を交わす体制になっていますということであの、まあ、最終的には ちゃんとね、雇用,、えー、雇用契約書を交わすというね、まあ、当たり前なんですね。これ当たり前のステップなんですけど、ただね、これに関しては、本水も飲食店で、ね、働いててですね、あの、ちっちゃいお店とか個人経営してるところだったら、割とこういうことをしてる人って多いと思うんですよ。うん、まああの、やっちゃいけないんですよ。本当はやっちゃいけないんですけど、あの、 うんまあ、こういうことあ言っちゃいけないのかな、まあ、言っちゃいけないかもしれないですけど、うんまあ、最初のうちはこういうことがあってもしょうがない分からないことだらけですからね正直独立するって言ってもしっかりとした、あのー、バッグがついてない限りあり、のー、完璧にお店を、ね、経営しきるっていうのはなかなか大変なんですよ、まあ、なのでこうやって、ね、話題になって過去のことが、ねあのー、掘り起こされたっていう部分もあると思うんですよね、まあ、擁護するわけではないですけど本来はちゃんとやらないといけないです。はい で、えー、なぜ給与の支払いが現金手渡しなのでしょうということで今は口座振込にしているのですが開電当初は私に人を雇用する知識がなく 個人でやっていたので誰かに教えてもらうことができず仕入れ業者への支払いも全部現金だったんですということなんですよ。でも、なんでこういう質問してるかという話なんですよね。えー、現金で支払い、あのー、給与を支払うことって別にそこまでおかしくはないかなと思うんですよね。あの飲食店でバイトししてたりしたりら 経験がああるるる人だったら分かととと思思ううんんでですすけど割とあると思うんですよな、うんでいけないのか、こういう質問してるかっていうとね、えー、とここには触れられてないんですけど、その F 氏、本、ま、道、あ、が今問題だと思ってる、えー、ナンバーの F 氏なんですけど、あの自分の,あのプライベートのものをですねお店にあの宅配で送ってもらったりして、その時にですね、えー、着払いのものをレジ金でお金払ってたりだとか、まあ、そういうね、えー、戦い勝手にしてる。 うん、お店のお金使って建て替えしてるとか、まあ、そういったずさんな部分があの文春オンラインで疑惑で上がってるんですよ、まあ、そうしたところも全部そうなんですけど現金をかなりずさんに扱ってるということで脱税の疑惑があるんじゃないかっていうねネットの声もあるわけですよ、まあ、そうした意味も踏まえて多分文春さんはあえてこういうね現金手渡しなのですかっていうことを聞いたんだと思います。うん まあただねね、えー、普通に回答しているととうことです、ね、で F 氏は免傷をやぐものを開店時からスタッフとして入っていたのですかと、ここがね、この人、本当に問題だと思うんですけど、F さんが私が、えー、名古屋で地下アイドルとして活動していた時にお世話になった方なのですが、実は昔逮捕されたことがあり、周りからの反応は様々でした。 がえー、私が作るお店で働いてもらうことで社会復帰の手助けができればと考えていましたということで、まあ、少しでもこの梅沢さんをね擁、えー、護や応援したい気持ちが残っている人からするとですね、えーま、元水もね全、まあ、否定はしないんで、えーね、この後信頼回復するように頑張っていくって言ってるんであれば、えー、頑張ってほしいところではあるんですけどただ一番にあることこの F 氏を切ることじゃないかなと個人的には思うんですよね。 多分第三者目線から見てると多くの人がそういうふうに思っちゃうと思います、うん、今まで経営のことでお世話になったりだとかいろいろプライベートのところとかもあの関わりがあるみたいなんですけど FC を、ね、切ることが信頼回復に一番近づくんじゃないのかなとは思ってます、うんまあ、今 FC を、ねえー、切っちゃうことであのお店の経営がうまくいかないっていう部分もあるかもしれないですけど、まあ、思い切ってそこら辺をやることが、ねまあ、それぐらい迫られてる判断 それぐらい判断を迫られているそんな状況にあるんじゃないかなと梅澤さんは思いますね。はい、で、えー、この F さんに関してはですね、えー、今回のその産地偽装の話で、えー、こういうツイートがあったりするんですよ、仕入れ先を嘘ついて調達していたと言い張るなら、お金その人抜いていたんだろうから、警察行かないとということで、えー、記事では触れられてないんですけど、F 氏があくまで仕入れのこと、仕入れに関する、ねえー、ことは全部まとめてたみたいなんですよ。で その、FC、今回産地偽装のことをね梅沢さんはあくまで知らなかったと言ってはいるんですけどただもし産地偽装というか他の仕入れ先からね仕入れて、えー、国産のものがインドネシア産のエビとかになった場合かなり大きく原価に差が出て利益の幅も変わってくると思うんですよね、うん、だとしたら、まあ、最終的な金額を見たとしてもあれ今日今月おかしくないとか、まあ、そういうとこ気づくと思うんですよ ただそれを気づかなかったというのであればその仕入れ先を仕切ってた F 氏があ,のあくまで帳簿上は同じもの国産のものを仕入れてましたっていう体にして、えー、金額はそのまんまにしてそのインドネシア産になった分その差,の差額の分を、えー、自分が持ってってる可能性とかもあるわけですよね。うん まあ梅沢さんを完全信用するならあの、ね、今回の謝罪の言葉を信用するんであれば、そういう可能性もあるんで、やっぱりお金の面で、いろんなところ、お金が逃げていってる、逃げてってるっていうから、まあ、脱税とかしてる可能性とかもありますし、どこかに消えちゃってる部分があるんじゃないでしょうか。 はい、そういうふうに思います。で、えー、10月16日からは、メニューや公式サイトの表示などを正しいものに修正した上で営業させていただきたいと思っています。これまで応援してくださったお客様には大変申し訳ないと思っていて、今後はこういったことがないように再発防止に努めてまいりますというふうに言ってるんですけど、先ほども見せた通り、公式サイトの表示、かなり変わってるんですよね。で、公式サイトの表示などを正しいものに修正したというふうに言ってるんであれば、 もしかしたら他にもね、えー、変わってる部分はあったのかもしれないですよね。そういう風に見えちゃいます。正しいものって、あれが正しいもの。直したものが正しいものっていう風に言われたら、え、何もこだわりねえじゃんって、いう風に思っちゃうんですけどね、本光は。すごく残念です、そういう意味では。常に地獄を集めてきたラーメン女王に発覚したまさかのスキャンダル。信頼を取り戻すことはできるのだろうかということで、まあ、あくまで位、一、 飲食店として、まあ、頑張るって信頼回復したいって言ってるんだったら、まあ、応援したい部分はあるんですけどただその行動が現れていないんじゃないかなと。 思いますで今回の産地偽装の話でですね、えー、ホームページではこういった文が、えー、記載、えー、されてるんですけど、えー、また下記の記載の期間当店にてラーメン召し上がっていただきましたお客様には以下の問い合わせ先までご連絡いただきレシートまたは領収書での確認が取れ次第すぐにご返金させていただきますということで返金をしますという風な話になってるんですけどただこれですよね レシートまたは領収書での確認が取れ次第と。いや、レシートも領収書もね、ラーメンで持ってる人なんてほとんどいないと思うんですよ。いて10%ぐらいじゃないですか。これはまあ勝手に思い込んでる数字ですけど、普通そんなもんだと思います。レシート、そもそももらわないことの方が多いと思うんですよね。うんこの2年間の間にね、無理じゃないですか。で、例えば、 えー、今回問題になってるのはお店のヤグモってお店なんですけどその系列である、えー、サラゼンさんとかだったら予約完全予約制なんでまあそれだったら名前と電話番号とかでわかると思うんですよ何食べたかとか、うん、何食べたかまではわかんないかなまあとにかく予約をしてるぐらいわかると思うんですけどこのレシート領収書っていうのはほぼ無理だと思います、うんまあ、実質返金しないっていう対応にしか見えないんですよね、まあ、なのでこういった行動 がが全然そのの信頼回復には繋がらなならいいんじゃないのかなと思いますかといって、何でもかんでも返金するって、まあこれ難しい話だと思うんですけど、これはちょっとね、あのあんまり良くない行動じゃないかなと思います。本当に信頼回復したいんであれば。というのと、あと、何回もその梅沢さんのねえ謝罪ってツイッター上とかにもされてるんですよ。どこだったかなまあ最初のとこですよね、え。ー どこだっけ、えー、ここですね、メニューの表記とが違うのは事実ですと、すいませんでしたっていうのはツイッター上とかでも書いてるんですけど、ツイッター上ではもうコメント欄を閉鎖してる状態なんで、あのーまあ、よく毎回ね、炎上してる人のパターンですね、謝るだけ謝って、うんあのー、コメント欄を封鎖してるっていうね、本、ま、当、あ、ね、ダメなパターンだと思うんで、まあ、そういった行動がすべてね、えー、悪い方に行くんじゃないのかなと。 思います。うん、実際にね、元、え、三、ー、つ的には F.C. を切って、もう誠心誠意ね、えー、消費者の方とか、うん、お客さんに向き合うことが重要なんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上です。元三つのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。